放送席、そしてヤフオクドームのファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まず今日のヒーローはリリーフでプロ入り3勝目を手にしました森優斗投手です。ありがとうございます。今日のこの劇的な勝利は森投手のあの10回の3者連続三振あれが生んだと言っても過言ではないと思いますが、僕はもう思い切っていくことだけ考えて投げたので、もう野手の人が打ってくれたのでもう感謝してます。今日は勝利目前の9回に追いつかれるという、まあ、チームとしては厳しい状況でしたが、あの10回はどんな思いでマウンドに上がったんでしょう。そうですね、もういつも通り思い切っていくことだけ考えて一人一人思い切っていきました。マウンド上でのあの一球一球の雄たけび、叫び声というのがもうファンにも聞こえそうなぐらいでしたが、どれぐらい今日は気合を込めていたんでしょうか。そうですね、 120% 気合い入れていきました。チームはこれで今季初の7連勝ということになりました。もちろん森投手の力もこの連勝の中に入っていますが、どうでしょう、今日の1勝というのはチームにとっても価値ある、意味ある1勝になったんじゃないかと思いますが。そうですね、今日の1勝はもうチーム一丸となって1勝取れたと思うんで、明日も勝って頑張りたいと思います。さあ投手陣も中継ぎ陣まだ怪我人もいる中で、森投手も含めた全員でのこの一丸野球で連勝が続いています。最後に優勝を信じるファンに向けて森投手からメッセージをお願いします。はい、そうですね、もう明日もまだここで試合残っているんで、熱い温かい声援よろしくお願いします。まずはプロ入り3勝目森優斗投手でした。さあそしてもちろん打のヒーローはこの人、プロ入り初のお立ち台、塚田選手です。おはようございます。プロ3年目で上がったヤフオクドーム初めてのお立ち台、今どんな気分ですか。これだけ多くの人に、応援してもらえて、でその中で打つことができて本当に最高です。あの10回の場面、代打として起用されました秋山監督含めて首脳陣からはどんな声をかけられたんでしょうか。いやもう初球から思い切っていけってもう言われてたんで、もう僕が決めてやると思ってもう打席に入って振り抜きました。犠牲フライとなってランナーがホームインしたのを見届けたと思いますが、どんな思いだったでしょう。僕まだ、一軍に上がってヒットを打ってないんですけど、でもなんかこんな形であのヒーローインタビュー立たせてもらってちょっと恥ずかしいんですけど、でも嬉しいです。プロ入り初安打の前に初打点ですが、しかし塚田さんのあの犠牲フライがチームに7連勝を呼び込みました。いや、 やっぱりあの皆さんの声援があったからこその7連勝だと思うんで、本当にありがとうございます。さあでは最後にホークスファンに向けてマイクをお渡ししますので、塚田選手から皆さんにメッセージをお願いいたします。3年目の塚田正義です。下の名前はソンオーナーと一緒です。ソン正義オーナーと一緒です。僕がホークスに
入った理由を友達に、お前孫さんと下の名前が同じだからホークスなんだろうとめちゃめちゃバカにされました。でもようやく3年かけて、1軍に上がってこれて、皆さんの前でプレーができて本当に幸せです。まだこれからペナントレースが続くんで、これからも熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー森唯斗投手、そして塚田選手でした。放送席どうぞ。